川上大輔、2013年2月6日にシングル「ベサメムーチョ」でデビューするや否や、ラジオ有線を中心に注目曲として多くのオンエアがなされ、全国的に一つの話題を集めました。それは曲だけを聴いたほとんどのリスナーが女性歌手が歌っている曲だと思ったのでした。特に有線では発売前の12月、お問い合わせチャートナンバーワンとなり、その多くの方が川上大輔という名前を聞いて耳を疑ったのでした。さらに大輔はデビューキャンペーンで全国を回り、インストアライブを行いました。ショッピングモールに鳴り響いた歌声を偶然耳にした中高年のお客様の多くは、やはり同じような驚きの声と同時に幸福感に満ちたお顔で大輔の歌に聞き入りました。時には涙を拭う方もいらっしゃいました。女性の歌手かと思った。懐かしさの中に新鮮な印象を受けた。とても癒される。と音楽業界の方々にプラチナボイスと言わしめた川上大輔の歌声の秘密を、数多くの歌手の歌声分析の実績を持つ日本音響研究所鈴木はじめ代表にその秘密を紐解いていただきました。こちらがですね、川上さんの歌声を分析した図面になります。聞いてみていただくと、名前も知らない、教えてほしい。だいたい一般的な男性ですと110から 250Hz、 この周波数帯です。で、このサビのところになりますと、200から 500Hz のこの女性の周波数帯、それよりもちょっと超えるところまで出ています。非常に、男性の周波数帯から女性の周波数帯まで幅広い、周波数帯で歌っているということがわかります。彼の場合、地声でこの、上まで出ている。で、なおかつこの波模様になっているところ、これがビブラートなんですが、この高いところで地声でですね、ビブラートという歌唱テクニックを使えると、非常に驚愕すべきところです。次の、図面なんですが、これは彼の声の音色ですね、これを分析したものです。まあ、どういったところに響きがあるかということを分析しています。この部分、この1万ヘルツを、またぐこの部分ですね、この部分が強いというのが彼の、音色の特徴になります。この部分が強いということは、だいたい子音がきれいに発生できているということになるんですが、この成分が強いと非常に聞き手が清涼感、清潔感を感じることができます。まあ、これにこの成分が強いことによってですね、ちょっとドロドロした恋模様を歌ったような歌であっても、清潔な感じでスラッと聞き流せる。非常に彼の、人柄と相まってですね、人気が出る秘密なんではないかと思います。さらに見ますと、この2万ヘルツを超えるこの超音波の領域まで伸びていますので、特にライブとかで聞くとですね、彼の清潔感、清涼感は、なお一層増すんではないかと思います。もう先天的に持っていたこの素材ですね、それをうまくですね、彼としてはトレーニングによって、開花させたということが言えると思います。まあ、こういったですね、この高い身長の方がこういった高い声で、こういう清潔感のある声を出せるというのは、そうですね、数百万人に一人と言ってもいい、数百万人に一人と言ってもいいんではないでしょうか。聞く人すべてを魅了するプラチナボイスの秘密、多くの歌声を知る鈴木代表も驚くポイントがいくつも隠されていました。男性音域から女性音域までカバーされ、かつファルセットを使わずに地声による音域を自由に使いこなせるなんて驚きましたね。さらに深い詩の世界観が多い昭和の名曲たちでも、なぜか大輔が歌うと不思議に清涼感を覚えるのには秘密があったんですね。プラチナボイスとは、
持って生まれた強い声帯がトレーニングによって鍛え上げられ、さらに大輔の歌に向き合う真摯な姿勢と化学反応をして響く唯一無二の奇跡の声なんです。魅惑のプラチナボイスに抱かれ、これからも一層川上大輔の歌声にご注目ください。ではライブでまたお会いしましょう。